はい、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんとベルちゃんです。ということでね、前回やったこれですよね。うん、これはあのベースっていうところで、とりあえずなんか一人先着順初めて会った人、うん、でこれちょっと出してるから、ぜひぜひ、多分ね50円ぐらいで出すから、50円とよくわかんないけど送料こっちで出すから OK で、まあ本当にこうやって絵描いたのにこうやって落書きされちゃった場合、うん、どうやって直すかっていうのをやっていきたいと思います、うんうんうん、今同じような描くね、ちょっと待って OK です。うわ、まあ、たまにあるじゃん、なんかさ、いたずらされることって、絵描いててさ、まあ、さっきみたいにね、こうやって赤ワインうんうんうん、ちょっと待って、可愛いじゃん、可愛い。まあ、ということで、こうやっていたずらされた場合、どうやって直していくかっていう、うん、ね、まあ、こうなった場合、ね、でもそのままやったらさ、可愛いってない場合だ、大体可愛いじゃん。ハロウィンの絵にするか。ハロウィンの絵にしちゃう。やばいって感じ、まだやばいって感じだ。本当にそうなの。ここから、あなたは何色が好きですか？青です。あ、ピンクです。はい、青だったからね、別の色言ってほしかったからね。そうだね、そうね、ちょっと途中で読んでくれたね、はい、ピンクだね。ベロちゃんピンク好きだね、うん、じゃあパープルも入れちゃいましょう。この落書きのなんかぐちゃぐちゃを利用して、うん、そう、うん、おー、おー、綺麗じゃないね。え、もう見えないでしょ、下のさっきの下のやつ見えないよ。で、こうやってね、全く別の色の絵にね、描いちゃいました。うん、はい、わーお、どう、ちょっとエッチな。なんでエッチ？エッチじゃない。いやー、なんで。そうやるとちょっと怖い。怖い。怖い。それもっと怖い。ちょっと赤入れて。赤？なんで赤入れたの？もっと怖くて。怖くすんの？目が何それ。やばくない？いやー、上のやつは可愛い。ハロウィンだからさ、こういうことされるじゃん。怖い。怖い。怖い。うん。あ、超かわいいじゃん。
きでしょ。ジョーカーでしょ。ジョーカーみたいなやつ。ジョーカー、うわ、え、普通に可愛くない？可愛い。ダメ。はい、ということでこんな感じで完成しました。いたずらされたらそれ以上のいたずらをする。オッケー。オッケー。超可愛い。可愛い。なんで超可愛いじゃん。ということで、じゃあこれもね、多分ベースっていうところにね出していくんで、ウェブサイトチェックしてください。世界に1個しか存在しないから、これ。うん、最高ムービー。うん、1人1個ね。1人1個ってか、まあ1個ちょっとプレゼントっぽく出すから、うんうん、見てください。ということで、絵でいたずらされた場合どうやって直すかっていう動画でした。うん、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。